札幌イケメンつえです。よろしくお願いします。いやー、俺たち高齢者さ、最近流行ってるのがシニア用マッチングアプリっていうのが流行ってるんだけど、やり方知ってる？知ってる知ってる。携帯貸して。こうか。まず君の名前を登録してと、次に年齢何歳？72。62と。まずいだろ。大丈夫大丈夫、俺たちの年齢になるともう60も70も一緒だから。次は職業。無職。無職ね。団体役にしよう。まずいだろ。大丈夫、君は町内会の副会長だろ。さあ最後は問題の顔写真だな。どういう意味よ。その顔じゃ無理でしょう。ちょっと細工して目黒蓮風にしよう。まずいだろそれは。大丈夫、相手も老眼だから。これで送信。意外と簡単やね。あとはいいねを待つだけ。へー、来たー。いいね来たぞ。写真効果だな。相手も顔写真付きや。うわー、綾瀬はるかさんがスケスチ老けた感じの人だ。いいねいいね。なんか書いてある。一度お会いしていろいろ将来についてお話ししたいだって。いいねいいね。あー、また来た。あなたとなら私の夢である小料理屋を一緒に開けそうだって。いいねいいね。また来た。今開店資金が50万円足りないの。お願い、今すぐこの口座に振り込んで二人の将来のためにだって。いいねいいね。俺今からすぐ銀行行くから漫才もうええわ。気をつけよ、甘い言葉とロマンス詐欺。ありがとうございました。